産業精神保険とは、労働安全衛生の一分野であり、職場における精神衛生を扱う。精神疾患が労働生産性にもたらす損失は大きく、国際労働機関は、精神疾患の社会的費用について、EU 圏では GDP の3から4%に上ると推定している。2018年には EU 圏におけるコストは、 GDP の6%以上と推定された。精神疾患者の多くは雇用されており、中程度の精神疾患を持つ人の70%、深刻な人の50%は雇用されている。職場によっては雇用者のアルコール乱用依存リスクが高いことがある。職種により様々ではあるが、建設業と運送業はウェイターウェイトレス並みに高リスクであるとされる。 運送業においては、大型トラック運転手と荷物仕分け人がとりわけ高リスクであるとされる。エパデミロジックキャッチモントエリアスタディでは、1年間隔のインタビューにて、アルコール乱用依存のデータを収集している。研究によれば、調査対象は男性のみであったが、コントロール性が少ないが、大きな肉体的負荷のかかる職種の労働者において、アルコール問題リスクが増加するとしている。 イートン、アンソニー、マンデル、ギャリソンらのグループは、エッサスタディのデータに基づいて、DSM3 基準による大鬱病や社会的適応障害リスクが高いグループは、法律家、秘書、特別教育教員の3つの職業であると結論づけた。さらにエッサでは、米国5つの地域の成人をサンプリングし、偏りのない相対的な職業別の 精神疾患リスクを取り上げようとしたのだが、これらは横断的データであったためその精度は不確実であった。パーソナリティ障害は、労働へのコーピング、職場環境、他人と共に問題解決できる人間関係ポテンシャルと関連性があり、それは診断、深刻度、個性、職種にも依存するとされている。間接的な影響となるものには、 不明確な教育過程や業務外の複合的要因などが疾患リスクとして挙げられる。しかしまたパーソナリティ障害は能力平均以上に競争環境が激化することや同僚の功績についての焦りによっても発症するとされている。欧州の OECD 諸国においてはすべての職種において職業性ストレスは増加傾向にある。国別に見れば 国欧諸国では20%程度と低く、アングロサクソン諸国では30から40%と高い。イギリスの制度は OECD 諸国において革新的であると OECD は表しており、産業精神保険の重要性と経済への有害性は一般に高く理解されている。また保険サービスと雇用との提携も卓越的であり、雇用は治療計画の一部でなければならないとして、 保健サービスは取り組んでいる。オランダでは精神保険問題へのコストは GDP の3.3%に上ると OECD は推定しており失業、生産性低下をもたらしている。他の OECD 諸国と比べオランダは精神疾患による病欠が30から50%も効率であり大きな問題となっている。オランダ労働人口の7.9%は 障害給付を受給しているが、その3分の1を精神疾患が占めている。失業給付、公的扶助も30から40%が精神疾患理由だとされている。OECD は、労働法に精神疾患リスク予防を盛り込むこと、労働者に対し産業医への予防受診を提供できるようにすること、精神保険の知識を持った復職支援を行う。 専門職を設けることを勧告している。スウェーデンでは、精神疾患問題によって700億ユーロの生産性低下を招いていると OECD は推定しており、スウェーデンにおける主要な労働年齢人口の労働市場排除要因であり、特に若年層で顕著である。スウェーデン人のニートにおいては、若年男性では、精神疾患罹患率が2倍となり、若年女性では不安。 欲うつの罹患率がさらに高かった。OECD は学校保健におけるケア資源を充実させかつガイドラインを策定すること、また若者庁などといった形でニートを対象としたサービスを提供し、また青年クリニックにおける精神疾患介入の指揮を引き下げるよう勧告している。デンマークの制度は良好であると OECD は表しており精神疾患による 生産性低下医療社会支出は GDP の3.4%に上ると推定され、様々な姿勢がなされている。失業給付、障害給付における精神疾患比率は30から45%を占めるとされ、精神疾患者における失業率は2倍となっている。OECD はデンマーク労働環境省に職場の精神的リスクに焦点を当て監査に、 注力すること、また、労働環境コンサルタントの役割を強化するよう、勧告している。社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所の2008年、報告は、企業における、心の病は依然として、増加傾向としていたが、2010年報告において、同時期の自殺者統計と同様にやっと、企業における、真の病増加傾向に、 歯止め取り組みの成果に手応えを感じつつある企業も増加とした。労働衛生行政の中で健康増進義務が法令上明示されたのは1988年の労働安全衛生法の改正からである。そこでは労働者の健康の保持増進のための措置が事業者の努力義務とされた。2008年に施行された労働契約法第5条。 労働者の安全への配慮では、安全配慮義務が明文化され、企業、事業所側に要求される労働契約上の安全配慮は、努力義務ではなく、法的義務として課せられるようになった。労働契約法第5条使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが、できるよう、必要な配慮をするものとする。 この解釈は、同法施行前に、厚生労働事務次官及び厚生労働省、労働基準局から各都道府県労働局へ当てた、行政通達の中において言明されており、法第5条の、生命、身体等の安全には、心身の健康も含まれるものであると定義した上で、必要な配慮については、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、 必要な配慮をすることが求められるものであるとの明記があり、精神保険対策の不備が企業、事業所側の安全配慮義務違反に含まれることが指摘されている。2014年の労働安全衛生法改正では職業性ストレスのチェックが義務付けられた。これは精神疾患の発見ではなく精神部長の未然防止を主目的とするものである。 労働安全衛生法第66条の10事業者は労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより医師、保健師その他の厚生労働省令で定めるものによる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。二、事業者は前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し厚生労働省令で定めるところにより当該検査を行った。 医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において当該医師等はあらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。3事業者は全校の規定による通知を受けた労働者であって心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して 厚生労働省令で定める要件に該当する者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申し出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は労働者が当該申し出をしたことを理由として、当該労働者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 4事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、全校の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。5事業者は、第3校の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聞かなければならない。6事業者は、 全校の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会もしくは、安全衛生委員会または、労働時間等設定改善委員会への報告、その他の適切な措置を講じなければならない。 2006年に厚生労働省が策定した労働者の心の健康の保持増進のための指針の中で精神保険の担い手として例示されている資格について下記にそれぞれの活動領域や養成過程などの背景をまとめその同意を示す。なお産業医や衛生管理者などは現実的には怪我や感染症予防などの安全衛生相談が 中心となるため割愛する。四つのケア事業所における精神保険の内容として、2000年の事業上における労働者の心の健康づくりのための指針以来、四つのケアの推進が言われている。セルフケア社員職員自身が、ストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減して、心の健康を維持する。 ラインによるケア社員職員と日常的に接するライン管理職が心の健康に関わる職場環境の改善や社員職員に対する相談対応を行う企業内産業保健スタッフ等によるケア健康管理の担当者安全衛生委員会等が事業所の心の健康づくり対策の提言を行うとともにその推進を担い社員職員及びライン管理職を支援する 外部資源によるケア地域産業保険センター、都道府県産業保険推進センター、中央労働災害防止協会、労働者健康保持増進サービス機関等の外部機関及び労働衛生コンサルタントなどの専門家を活用しその支援を受ける。産業精神保険の具体的進め方2006年の厚生労働省。 労働者の心の健康の保持増進のための指針は、精神保険の具体的な進め方について、以下の4点を挙げている。精神保険を推進するための教育研修、情報提供からそれを、社員、ライン管理職、産業保険スタッフや衛生委員会メンバー等の、それぞれの段階で行う。職場環境等の把握と改善職場環境等を評価し、 問題点を把握した上で、職場環境のみならず、勤務形態や職場組織の見直し等の様々な観点から、職場環境等の改善を行うメンタル不調への気づきと対応をメンタル不調に陥る、社員職員の早期発見と適切な対応のための体制や、社外産業や医療機関などとのネットワーク、整備職場復帰における支援メンタル不調による、求職者の職場復帰における、 支援のため、職場復帰支援プログラムを策定する。そこにおいて、休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにし、関係者の役割等について定めるそれと同時に、メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮、具体的にはメンタルヘルスに関わる、 個人情報を主治医や家族から得る場合にはあらかじめその社員の同意が必要であること。産業医等が知り得たメンタルヘルスに関する社員の個人情報を事業者等に提供する場合でも提供する情報の範囲と提供先を企業側の対応に必要な範囲で最小限とすることなどを挙げている。労働災害認定基準によれば労働に起因する 精神障害の原因として、ストレス脆弱性モデルを挙げており、認定基準に、対象疾病の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められることを、定めている。業務による強い心理的負荷は、以下いずれかに該当した場合となる。一部を例示する。2007年度に、厚生労働省が取りまとめた、全国規模の企業、事業所現場調査によると、 労働者300人以上のいわゆる大企業は80%から100%が産業精神保険に取り組んでいる。労働者300人未満のいわゆる中小企業では規模と取り組み割合は正比例しており規模が小さい企業、事業所ほど取り組みが遅れているが労働者10人から49人程度の小規模企業であってもおよそ3カ所に1カ所は すでに産業精神保険に取り組んでいる。この結果を2002年度調査と比較すると、大企業、中小企業までの全ての規模の企業、事業所において産業精神保険への取り組み割合が増加、拡大している。ただし、中小企業における産業精神保険への取り組み割合は最大でも64%程度であるが、 中小企業は労働者の人数が少ない性質上、職場内の人間関係が閉鎖化、固定化しやすいことがあり、好ましくない関係性が固定化してしまった場合には、そのような職場風土に起因したストレスやハラスメントが生じる恐れがあると指摘されているため、今後の着実な取り組み推進が急務とされるなど、特に中小企業における労働者への専門的なケアの充実は、 未だ途上の段階にある。一方、各企業、事業所において最も多く取り組まれている産業精神保険は心理カウンセリングなどの体制整備で対策全体の約60%を占めており、今日では心理職専門家による心理カウンセリングが産業、労働分野においての健康管理の一環として一定の普及、定着を見せていることが 現場から報告されている。他方、未だ産業精神保険に取り組めていない企業、事業所が回答した理由では、専門スタッフがいない、取り組み方がわからないが、ほぼ同率で、第1位と第2位を占めている。企業、事業所の代償を問わず、経営者にとっては、ネックとなりがちな、経費がかかるとの回答は、ント程度で、具体的な回答項目の中では、 最も少なく産業精神保険が遅れている各企業、事業所が抱えるのはコスト面の課題よりもメンタルヘルスケアの担い手とのマッチング面の課題の方がより大きなウェイトとなっていることが報告されている。この課題に対する支援としては各地方の産業精神保険支援センターや地域産業保険センターも相談を受け付けている。また、 医療系ポータルサイトのワムネットや、心理試職能団体の日本臨床心理士会が、各都道府県の医療機関、相談機関の検索サービスを公開しており、労働者自身でも個別にそれらの専門機関を探せる、他、企業、事業所へ外部、EP を提供している専門機関も含まれているため、各企業、事業所の経営者にとっても、 産業精神保健導入時の情報ツールの一つとなっている。企業には同時に個人情報保護法が影響し、特にメンタルヘルスの問題はセンシティブである。命に関わるなど緊急の場合は別であるが、本人から聞いた話を他の人に伝えるのは本人の同意が必要であり、家族から事情聴取する。従業員向けの講演では、 ストレスとうつ病が過剰に強調されている。典型的なうつ病とは性格要因が強いものであるが環境要因が強調されすぎている。頑張りすぎる人がうつ病になりやすいという性格要因に触れ十分な休養が必要であり薬の服用、励まさないといった性格要因が影響する典型的なうつ病への対策が示されているが、これは 外部からもたらされる環境的なストレスが原因ではない。環境要因であるストレスのみによって精神的な不調が起こるとも理解されていないし、実際に病的となった人はストレスに脆いといった誤解にもつながる恐れもある。日本の厚生労働省マニュアル規定では、スムーズな復帰支援のため慣れた職場に戻すという観点から現職復帰の原則を運用しているが、 日本精神神経科診療所協会会長で産業医も務める渡辺洋一郎によると、この原則こそが再発防止のネックになっていることも少なくないとし、また経営者は従業員のより良い職場適応を図ることが重要と認識し、産業医がそのための専門性を高めることが必要と語っている。国際機関厚生労働省その他研究機関、ありがとうございます。